ました。リーダーの身だしなみのお時間です。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りします。この番組では、様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの方に身だしなみについての捉え方や身なりを整えることで得られた体験や実感なども聞いていきます。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみの意識が変わるかもしれない、そんな番組です。またこの番組は主に関東で収録しております。東京のファッショントレンドや情報なども発信していきたいと思います。パーソナリティは私マージンのビジネスコーディネーター小川が担当いたします。私のプロフィールを簡単に申しますと、大学時代にファッションの大学に進み、ビートルズの関心からスーツに興味を持ちました。そこからオーダースーツの会社に入りまして、身なりを整えることの可能性をこれから自分の仕事でやっていきたいと思っております。滑舌が悪く聞き取りづらい点も多々あると思いますが、リスナーに支持される番組にしていきたいので、温かい耳で聞いてください。ご意見ご感想もぜひお待ちしてます。本日は素敵なゲストにお越しいただいておりますので、 CM を挟みましてご紹介させていただきます。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。はい、リーダーの身だしなみ始まりました。本日のゲストは、このお二人です。川村亮太さんと中島優也さん。はい、まだ大丈夫ですか？大丈夫ですね。放送は夜8時から8時半なので、こんばんはで合ってますね。はい、じゃあそれぞれ、今やってる仕事と自己紹介簡単にでいいのでお願いします。はい、じゃあ亮太さんからお願いします。僕は山梨県に今住んでるんですけど、はい、メインが、農業とっていう形で、山梨県でブドウとか桃作ってるっていう形なんですけど、で今去年からそのアーズっていう合同会社でアスリートの、芸能事務所的な会社を今作ったんですけど、そこで、メインはスノーボードをやってる人で、その人をサポートするとかですね、会社にこうつなげたり、いろんな人を紹介して、そのサポートするっていう動きを今やってるんですけど、それが主にっていう事業ですね。プロダクション、そうですね、はい、始まったばっかりなんですけど。あ、そうです。いつ頃から始まった？去年の11月からです。あ、じゃあまだ、ちょうど1年ぐらい。1年ぐらいです。はい、後ほどいろいろ伺っていきたいと思います。じゃあそれではもう一方、はい、お願いします。あ、中島です。僕は建設関係と、いろいろやってるんですけど、建設関係で言えば、マンションとか、公共施設の大規模の修繕工事、よくリフォームですかって言われるんですけど、リフォームをやってるんですけどね。そっちの方は事業は外壁の、修繕メンテナンスね、はい、をやる会社と、で、一戸建てのリフォーム、例えば例で言ったら雨漏れしてる家を雨漏れを確実に直しますだとか、確実に直す、もう 100% 直すんで、うちは。へー。とか、あとは屋根の瓦が、この前の台風やったりとかしたら飛んでいったんで直してくださいっていうので、直したりだとか、屋根瓦もやる。あ、そうです、もう全部ですね。で、それに伴って次また注文住宅を建てようかなと、はい、で家を建てていく。しかもそのハウスメーカーにはできない、その大企業にはできない、中小企業からできるようなことをやっていったりとか、あとは NPO 法人と企業取引とかもやってます。 NPO 法人はいくつやってるんですか？いや、でもまだ全然やけどね、はい、NPO 法人は何ていうんですか、世界中の、まだ
飢餓で苦しむ子どもたちだとか、はい、メインはユニセフなんですけど、ワクチンの方の、出資、ワクチンの方の、基金を集めたりだとか、教育に関してとか、日本で起こった震災とかに寄付したりとか、で僕個人も、国境なし医師団とかにも毎月寄付はやっていってるんですよね。それ一般の人ができるものなんですね。一般でもできますよ。あんまりこう自分なんかこう寄付っていうところに自分で、ね、食い口を探すのに精一杯だったりするので意識が向かなかったりするんですけれども、まあ、こういうふうに知り合えてこうお話を聞けることはすごく大切な機会だと思うので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はまずどういうご関係なんですか？もともとで言ったら、僕も今はその起業したりとかしてるんですけど、僕も、まあ、亮太もスノーボードのプロであって、でプロを目指していく過程で知り合った仲間っていう、10代の時に、学校がとかじゃないですね。じゃあその合宿みたいなところで知り合ったような感じなんですか？学校か正確に言ったらそのスノーボードのプロを育成する学校みたいなのがあって、うん、そこで出会ったっていう、はい、まあでも衣食住を共にした仲間みたいな、うんうん、泊まり込みとか、そうそう、僕の間はずっとそのスキー場とか山にこもりっきりなので、とかまあニュージーランド行ったりとか、うん、それも一緒に行って、そうそう、でそのまあ、さっき言ったようにプロダクションにお二人が入ってたっていうことなんですか？違う、またちょっと違うねんけどね、うん、まあ、学校でそういう授業、スノーボードの知識だったりいろんな知識が学べる学校にいて、そこで知り合ったって話、それが大阪でっていうね。そう、うん、ああ出身は別にどちらも大阪ってわけじゃなくて、亮太が山口、山口 で、あ、そうなんですか。話せば長くなるし、まあ、スノーボードにハマって大阪に来て、大阪に全く知識が分かんなかったから学校に入ろうみたいな話。へえ、そういう流れで。スノーボードにお互いのめり込んでいったのはどういうきっかけなんですか？ああ、でもそれは亮太の俺聞きたいな。あ、ほんと？うん、あれ言ってなかった？飲んで、いや聞いとったっけな。だって十何年も前やもんな。まあ10年ちょいだね。19年山口のことできない、山口ないっすね。ないっすよね。ほんまや、僕山口県の岩国で、広島はかなり近いんですよ。そこで実家から2時間ぐらいで行けるから、ね、人工雪なんですけど、まあ、そこで近いから行ってみて、それが19の時に友達と行ってハマって、でその時勤めてた会社を辞めて、1年で辞めて、でそれもまあスノーボードやろうって決めて、プロやろうっつってなろうって決めて、そのまま、でこっちに来たっていう。プロやろうって思うってことは、最初は遊びで始めてて楽しくて、めっちゃおもろくて、そういう流れですね。でもプロになる人って感覚そんなんじゃない？なんか何でもそうじゃない？その起業するのも、なんていうかな、何でもに精通してるけど、できそうやからやってみようかなってないやんか。うん、とりあえずやる。だってプロなれそうやからやろうってないし、うん、やりたいからやるみたいな。農業もせん、うん、ブドウ作れるかなってやらへん。ブドウが好きやからやるって感じやん。で実際やってトライアンドエラーを繰り返して身になってっていうのって、なんか何でもそうかなって思う。俺もそうやもん、スノーボード目指したとかなれそうかなより、いやもうだって13歳の時に初めて、まあ、その時スノーボードブームやったから、ブームやったやん。13歳です。あ、11テレビ見ててニュースかなんかやったから、ね、スノーボードがバーってて絶対モテると思って、うん、親父にちょっと連れて行って、で行ったらめっちゃおもろい、これでプロなろうみたいな、これで将来飯食えたらみたいな、でやりだしたって感じか、うん、好きなことを仕事にしたいみたいなことになるんです。そうですね、まあそれを例えば、まあ、俺の場合ウータンは分かんないけど、俺の場合はその収入の柱をいくつも持つっていうか、その好きなことが、例えばスノーボード、今ブドウが好きで農業を始めて、じゃあブドウで今音楽も始めて、それをまあいくつも柱を持ってっていう、俺はそういうスタイルで今からまあ生活していくじゃないけど、まあ、それを崩さずっていう形ですね、俺は。やっぱ今の時代に合ってるよな、でもそういう考え方も、まあ、好きではないとなと俺は、うん、確かに。そうそうそう、すごくすごく興味深い話ですね。ですか。
いや、好きを仕事にするってちょうどすごく今の確かに時代に合ってるなと思います。自分も、まあ、今のこう仕事をやってて、まあ、好きなことなんで、でもまたビジネスとはまたすごくこう難しさも感じてて、うんうん、確かに、うん、好きだけではやっていけないっていうか、まあ、お勤めしてる方なんかは特に自営っていうかもうその経営になってるからこそなんですけど、勤めてる時って会社の文句すごい言いがち、うん、で夜になったら居酒屋で管巻いてるって割ともうテンプレートな感じなんですけど、自営業になってから自分のことについて一切文句言ったことなくて、うん、文句言えないし自分に文句言ってることになるからこそすごく難しいなと思って、やっぱ好きなことを守るためにまあ、何かその違うプラスアルファを考えたりとか、好きなことでし、まあ、例えば不満が出るとやっぱ収入面やと思うから、その面で考えたら好きなことをやり続けるからちょっと一工夫入れるとかっていうのをやっぱ企業とかってやっていってるやろうし、だからで好きなことをやめるわけにはいかへんっていうのもあるし、好きなことをやめるっていうわけじゃなくて、やっぱりそこに何て言うかな、トライアンドエラーを繰り返したりとか、まあ、その課題定義があって、それに対しての本質を見て、じゃあそれを解決するためにはとか、っていう風にやっぱ考えていくべきなんかなとか思うけどね。それかもうやるべきことを好きになっていったりとか、ああやるべきことを好きになっていくしかないかなっていう。やっぱ熱狂的に自分がその、まあ、例えばやってる仕事、サービスとか。ものに対して熱狂的なファンにならへんかったら多分生産性も下がるし、パフォーマンスが下がる。スノーボードでもやっぱ一個の技をするのにずっとそんなにそのことだけを考えるやん、やるときってそれをずっとやってイメージして、寝る間も惜しんでずっとなんかいろいろ考えたりとか、どういう体の使い方してるんかなとか考えて、トライして失敗して、トライして失敗してできるようになる、なんかそんな感じの感覚と似てるから、だから結構スノーボーダーで起業してる人多いと思うんだけど、あスポーツ選手っていうか、スポーツ選手になんか多いような気がする、うん、その起業ってまあぶっちゃけ誰でもできるけど、存続することが一番大変じゃないですか、そう残していくことって、うん、それに大事なのって今おっしゃっていたような、こう一つのことにもうまあ熱中して、その自分の好きなことを守るためにどうやったらこれがこう世に出ていくかっていうのを考えていくっていうことが大事なんですか、と、あとは他人がどう思うかとか、他人がこれをどう喜んでくれるかとかもあるんじゃないかな、だから、まあ、パフォーマーとしたら、まあ、言ったらスノーボードとかもそうやし、スケートもそうやし、まあ、演舞する人もそうやし、いろんなパフォーマンス、芸能のパフォーマーとしたらどうやったらお客さんが喜んでくれるのかなとか、どういうパフォーマンスが気に入るんかなと思うし、農業とかやったらどういうブドウやったら美味しいと思ってくれるんかなとか、ファッションやったらどういうこの人はどういう着こなしが好きなんかなとか、この人の趣味思考を探るわけじゃない、合ってるジャケット合ってる色とか、どういうあの何場所に着ていこうと思ってるんですかとかっていう、その相手のニーズをどんだけ引き出して、そのニーズにどんだけこっちが提供できるかはあるかなとかは思うけどね、うん、それがお客さんの思った通りのもあのこれだったっていうものが来たらリピートにつながるみたいな、まあ以上かな、以上思ってる以上にそこまでしてくれたんですかっていうのが、なんかそこで信用が生まれるな、うん、自分が思ってるのって想定なんやから、ああこのお金に対してこれは妥当ですよねになるから、うん、このお金にここまでのパフォーマンスしてくれたんですかみたいな、次もお願いしますみたいなになるかなって。例えばそういう時ってどういうものがこのパフォーマンス超えるんだろうなって、自分の中で物差しがあるんですか。いや自分の中のその物差しを変えていかないとあかんのかなって日々思ってるから、だから同じこととか同じ作業を繰り返したり同じ人と話したりとかするのはパフォーマンスが下がるか一定横ばいしかないんかな。だからやっぱりその何やろ、世の中でクリエイティブな仕事してる人とか、その何起業家とかは常に新しい情報、新鮮な情報とかを仕入れてるわけで、
なんかいろんな人と会食行ったりとか、いろんな情報が集まるような場所に行ったりとか、でそれをさらに見極めたりとかする能力が長けてる人が発信者になっていくんかなとか、あーなるほど、もう思ったりするよね。常に新しい情報、じゃあ、まあ、あんまりじゃあこういうこと言ったらあれですけど、同じ仲間といないようにしてたりもするんですか？まあその仲間にもよるっていう、なんか例えば、まあ、今で言ったら僕なんかやったら地元の昔からまあ小中高とそのあんなに自分で環境を選ばれなかった時に出会った仲間っていうのは、いやもちろん大切やけど、今は実際じゃ あの会ってるかって言ったらもうほんまこの何年間も全然会ってないし、へえ会ってないんですか、うん、会ってないな。まあそれ嫌やからとかじゃなくて、まあそういうその子たちが悪いとかっていう話じゃない、全然ないけど、何点かな、常に自分より上のステップの人と話をして引き上げてもらうって、だからやっぱ自分一人でそういうところに行かれへんから、引き上げてもらってそのゾーンに行けばまたそのゾーンで出会う人がおるし、そういうところでやっぱ考えとかを聞いてたら自分の基準がやっぱ上がってくるかなっていう。どういう風にしてたら自分より高い人とこう会えるような方法とかってあるんですか？方法とかはないかな。もうアンテナを張ってそのまあ悪口を言わないとか、悪口を言ってる人の周りって絶対悪口言うような人とか、なんか不幸な負のオーラが集まってる気がする。な、なんていうか人のいいところを見つける癖を見つけたりとか、習慣なんですかね。うん、あ習慣、絶対習慣。もう7つの習慣って話してる。7つの習慣に書いてることもそのままっていう感じかな。ちなみにあの覚えてる範囲で全部覚えてたらあれな、いいんですけど、聞いてる方にもどういうところを変えていったり、変えるっていうか、まあ、これもう意識するっていうか。意識した方が絶対いいんじゃないかなっていうのは、仕事とかそんな置いといて、なんていうかその今やらないといけないことでそのやってる人が多い。今やらないといけないことでやってる人が多い。緊急性があり重要なことで終わらしてる人が多いかな。例えば仕事もそうだし、クレームもそうだし、あ今やらない、今すぐやらないとっていうことに目の前ずっとそのタスクがずっと常に目の前にあるような、そうじゃなくて本当に大事なのは重要やけど緊急ではないよと、別に今すぐじゃないけど重要ですよっていうところに重きを置いてる人がやっぱり人生変えていったりとか、そういう人と出会ったりするかなって。例えば何かな、その、まあ、会社の中で言ったらやっぱ会議とか、会議をするからって言って売り上げは上がらへんけど、それをすることによってその会議の、まあ、そのテーマに沿ったそのビジョンが見えるから、じゃあみんな方向性が一緒になるから、じゃあそれに向かってやろうって言って、結果売上が上がったりとか利益が上がったりとかもするし、何自分に自己投資をするとか、本を読むとかもそうかな。本を読んで自分の今までのマインドを変えたりとかすることで、やっぱりそういう人と出会ったりとか、あと好奇心、何でもその何でもとりあえずチャレンジしてみたりとか、何でも興味を持っていくっていう、なんか そういえばあの今日たまたま、はい、めっちゃ多いな、めっちゃそういえばと思って、もう次が思い出してきてるけど、いい情報が、いい全然あの、まあ、名前を出していたら、あの幻冬舎の箕輪康介さんっていう人、はい、あの、まあ、すごいの講演今日聞いてってんけど、そうめちゃくちゃいいこと言ってて、うん、やっぱりもうそのもう室さんも言ってたのが、まあ、好奇心は絶対大事っていうの大前提、うん、で何に対してもその好奇心を持ってやっていかんかったら、あの世の中心が錆びてしまうから、うん、世の中の面白いこととかに反応しなくなるっていう、うん、あるかもしれない。だからすごくあります、ね、子供の時って何でもなんかワクワクしてやってみたりとか、うん、自転車もそうやし、うん、何でもその新鮮やから見るものが、でも大人になるにつれてやっぱりその当たり前になってきてるっていうか、あそんなんあるある当たり前当たり前みたいな、うん、ってなったらどんな面白いもうきっかけとかチャンスっていっぱいあんのに世の中に、うん、それを見落とすチャンスを逃す人ってなんかそうなんかなってめっちゃ今日思って、なんか
ある程度の年になってくると、まあ、これやったらこうなるだろうで、そう本当よくないなと思うんですけど、そうならないことの方が多いのに、そうなってる人を見てやっぱそうだったっていう自分の中で結論付けて、やりもしなかったり、でやってる人のことをちょっとこう笑ってたりとか、すごい多いなと思って。どうですか、そういう人たちと出会うには。出会ってる人ですからね。出会ってる人よ。だっていろんな、いや面白い人に、まあ最なんだろうな、見つけたらとりあえずその人のことを知って、周りの人を見て、まあ、とりあえず本読んだりってもある。やっぱ本、本は絶対読んだ方がいい。いやな、家だっていっぱいあったもん。似てる、似てて、ほあの家この前行かしてもらって、似てる本が一緒やなって例えば2.0 3.0。え、じゃその人の周りを見たりもするんですか、面白いなと思った人の。そう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 。で、やっぱ芸能とかやっぱいろいろ見てても、本当に上の人はこう自然とこうつながっていくみたいな、はいはい、こうあの人がこう言ってた、この人がこう言ってたって言って、なんかどんどんつながっていって、はいはい、それ見ててすごい面白いなと思って、まあその中に入るじゃないけど入りたいなみたいな。そういうこう人って僕もすごく周りにいてキラキラしてて、うんうん、あこの人の周りは絶対こうなんかオーラのレベルが高いから、うん、そっちの方に使っておきたい、でまた上の方に上の方にっていう気持ちになった時に、こうその人からいい意見とかその真髄みたいなのをこう引き出すようななんか技じゃないですけど、技はないよな。どういう質問をしたらその人ってこう、いいところを教えてくれたりとか、こいつは気になってんのかなっていう風に見出してくれたりするのかなってその意識的に多分考えてたらあかんような気がする。うん、うん、それは。でもなんかその思考、それも全部考え方で思考かなっていうのが思うけど、その質問一つでそんな気ないけど相手のマイナス的な要素を引き出してしまう質問とか、はいはいはい、例えばなんか課題があった時に、まあ、このこういうことに議題、こういうことに対してあのまあ、何か解決策を知りたいと、結論解決するには、課題に対して解決するにはやけど、なんでこうなるんでしょうって聞くのと、どうしたらこれを解決できるんでしょうっていう質問の仕方で答えが変わってきたり、プラスな質問ですね。その後者なぜ、そうなぜってなったら、なんでこうなるんでしょうって、なんでその課題になるかがマイナスでしかないし、確かにそうです。でもどうやったらこの課題に対して解決する方法があると思うって聞いたら、こうやったらいいんじゃない、こうやったらいいんじゃないって、そのいろんなアイデアが出てくるとか、うん、なんかそういうことを質問して参考にして自分の考えと掛け合わせたりとか、うん、まあ、そのまま丸パクリもするし、成功してる人の考えを丸パクリ、一番早いけどそれ、うんうんうん、パクるの早い、うん、やっぱじゃあこうある程度あのやってることをやってみて、そこでこうあの分かんなくなった時にどうしたらこれってこう良くなるんですかねっていうようなことだったりも、そうそうそう、質問するような答え合わせっていうか、その質問の仕方もすごい大事ですね。なんかそれを意識的にじゃない考え方になれば自然とっていう感じなんかな、まあ、それを全部が自分ができてるのかって言ったらそうじゃないから、やっぱりまだまだやねんなってやっぱり思うし。じゃあこのラジオですね、あの身だしなみについてだいぶずれてしまってたあのちょっとずつでいいんで、あの身だしなみがこう僕は変えることで、まあ、上の人とも出会えるし、信用も作れるし、仕事もうまくいくんじゃないかっていうのが、まあ、自分のブランドのコンセプトなんですけど、そんな実感とか分かるなとかありますかね。身だしなみは、まあうちの会社では社員教育として絶対に、まあ対外的な場所に出ていくときは全員絶対スーツっていうことをまあ教育したりとか、でまあ普段のまあ私生活プライベートのことまでは口は出さないけど、やっぱりその人に見られてるよ常にっていうのは言ってるから、まあ作業着もきれいにしなさいとか、汚くなったらきれいな新しい作業着に変えるとか、まあ人に常に見られてるという意識をやっぱり持ってるかな。まあ、そうしたら対外的な場所に行ったら、あの社長の会社はやっぱり全員、まあ、若い子とかも、
スーツでビシッと決めて決まってるねとかちゃんと教育行き届いてますねって言われてまたよかったら仕事うちの仕事もやってくれないですかって仕事結果仕事に繋がったんですよ。信用っていう面で言ったらやっぱ第一印象やったらビシッとしてる人なのかヨレヨレの服を着てる人なのかってやっぱり最初見た目が違うかなとは思ってる。でも印象っていうところで人はこう見た目が最初なんでね、情報量って一番見た目から来るところなんで、スーツはいいな、やっぱり大事なことですよね。スーツはもうやっぱりビシッと、このオーダースーツの仕事やってるんで、もし何かあればぜひ相談してください。ぜひお願いします。はい、そんなところで今日の、会話は終わりにさせてもらいます。ありがとうございました。